ダメですか？私はいつも育児なしで、何をするにも怖くてすぐ諦めちゃうんだ。自信だって全然なくて、人の背中ばかり見ていた。それでいいと思ってた。だけど振り返った、あなたが笑ってくれたこと。だけどふとした時に思いがけず気づいたんだ。あなたの視線の先にいる人のこと。これが恋なんだって初めて気づいたんだよ。風に揺られてどこを向いてもあなたへ伸びてくんだ。誰よりもきっとあなたのことが好きだよ。もっと近くでこの気持ち伝え。